温泉気持ちよかったね。久しぶりの大きなお風呂ですごくね、リラックスできた。どうだった？気持ちよかった？ そっか。温泉はさ、好き？一緒だ。ちょっとね、長く入りすぎちゃったから熱くなっちゃったよね。ちょっとさ、仰いであげるね。涼しい？ 温泉に入るとさ、なんだか肌がツルツルになるよね。温泉の効能だっていうのはわかるけど、なんか不思議だよね。なんでツルツルになるんだろう。お家に温泉のお湯が出ればいいのに。おっきなお風呂でさ、入るときはどうやって動く？まずは脱衣所で服を脱ぐでしょ？で、大浴場入って最初に体洗うじゃん？で、内風呂と露天風呂があったら、最初にどっちに入る？そうなんだ。僕は やっぱり外風呂から入っちゃうかな。あんまりね、内風呂には入らないかもしれない。ゆっくり入るのはやっぱり露天風呂かな。あんまり暑すぎると長いこと入れないから、ゆっくり落ち着けそうな端っこで、もしいろんな温泉の種類があるんだったら、ぬるめのところで長く入っていたいかな。そうだよね。暑すぎるのはちょっと、もうすぐのぼせちゃうもんね。
そ露天風呂入って、で、じゃあもし外風呂がそうだな2種類だと絶対2種類入るから、じゃあ3種類あったとしたらどうする？3種類全部お風呂入る？入りたくなっちゃうよね。うん、とりあえず一通り入って、でもっともっとじゃなくて良かったところに長く入るかね。あ、サウナは入る？ああ、そうなんだ。僕は1回は入りたいかな。うん、ちょっと入って、で、うん、水風呂で体冷やして、でちょっとだけ外気浴して、うん、でもう一回気に入ったお風呂に入って、で体シャワー流してお風呂出るかな。うん、たまにさ、あるところとないところあるけど、寝っ転がって入るお風呂あるじゃない？あれがね、なんかあれ背中しかさ浸からないじゃない。体の前寝っ転がって背中が温まって、でその表のところお腹とかさ、冷えちゃうじゃん。あれってなんでなんだろうと思って、体全部浸かるようにすればいいのになっていつも思うんだよね。まあそういうところもあるけどさ、なんでお腹出ちゃうんだろうってあれさ、女の人ってどうなるの？だってねえ、お胸ボーンってなっちゃうでしょ寒いよね。うん、男だと、僕は股のところにこうやってタオル一応かけるのね。でもそういう時、女の子だったらどうやってかけるんだろう。胸は大丈夫なの見られても大丈夫なの？なんか分かんないからさ、まあ、人にもよると思うけど、ハンドタオルを
てで体にかぶせるのか、それとも腰だけでいいのか、どっちなんだろうね。どっち？そうなんだ。ちょっと色っぽいね。そんなに、まあ混んでたらね入ってる人いるけど、空いてたらわざわざあそこで入ってる人ってあんま見ないんだよな。だいぶ暑さ取れてきた。涼しくなってきた。よかった。でしょ。ゆっくりできてよかったね。普段はいつも大変そうだからさ、こうやってゆっくり休める時間が必要だなって思ってたんだよ。今日は一緒にね、楽しい時間が過ごせて僕も嬉しかったよ。浴衣の姿も見れたし、やっぱなんか特別だよね、こういう浴衣って。お外に出るの時のさ浴衣とはまたちょっと違う、ラフな寝巻きみたいなんだけど、僕はねこういう浴衣大好きだよ。こういう時しか着れないから、こういう時しか見れない特別な姿、やっぱちょっとドキドキするよね。でしょ。なでポン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 。あれなんか嬉しそうだね。ポン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 
ポン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 よいしょ。よし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 。よしよし。グニ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 。よいしょ。顔もっちもちだね。すごいもちもち。ふにふに。ふにふにふに。この触り心地が大好きなんだ。ふにふに。ふにふに。もち。いつもたくさんが待っている。大好きな君が嬉しいな。よし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 。大丈夫だよ。いつもたくさん頑張っているの知ってるよ。ちょっと疲れた時はこうやって一緒に遊びに行こうね。僕はいつでも行けるから。行ける時に
時間合わせてどこにでも行けるように準備するから。またいつでも辛くなった時は言ってね。辛くなくたっていいんだよ。遊びたいなと思ったら、じゃあ行こっかってすぐ行っちゃう。こういう嬉しそうな顔を見てると僕もすごく癒されるんだ。よいしょ。じゃあそろそろ寝ようか。おやすみ。